今回は諦めました。 A4 レターケースはなんか大げさというか、もっとカジュアルに収納したいなと思ってたんですが、もういいのが見つからなかったので諦めてこちらを購入。アイリスオーヤマの A4 レターケースです。お値段はだいたい1800円ぐらいかな。合わせて今回はダイソーのアクセサリーケースも購入してきました。やっぱりね、これに限る。特にサイズ等はチェックしてませんでしたが、果たして大丈夫なのか。缶のべき。いや、ここまでぴったり綺麗に入ると、そもそもこういう用途で作られたんじゃないかと思うぐらい清々しいですね。とりあえず所有している中ではお値段高めの子たちを入れていきましょうか。万年筆のようなキャップタイプはだいたい入りましたね。逆にノック式のボールペンのような少し長めのものは入らなかったりもしました。フリクションボールノックゾーンとかですね。すごいいい感じだったので、もう1セット買ってきました。それなりにペンは購入したつもりですが、思いのほか余りましたね。やはり一般人には必要のない量かな。5000円以下くらいのものを入れていこうと思いましたが、やはりアクリル板はパタパタうるさいですね。というわけで Amazon で A4 サイズの合成布みたいなのを買ってみました。これは900円ぐらい。いや、めっちゃ余る。ちょっと想像以上に全然ダメでしたね。 A4 サイズを購入するのではなく、大型のものを買って自分でカットするべきだったかななんて今では思います。とはいえそんなこと言っててもしょうがないので入れてみましょう。まあサイズが合わなかったのは残念ですが、入れる時の不快な音はかなり軽減されましたね。ないよりは間違いなくあった方がいいと思います。というわけで所有しているペンは概ね入れましたが、まだ2段残っているので、ここは筆箱とインクでも入れようかなと思います。というわけで文房具の収納、 A4 レターケースはやっぱり結構おすすめですね。特にこのダイソーのアクセサリーケースがとてもいいと思います。短いですがこんなところで収納状況のご報告でした。